日置市に住む60代女性の住宅に侵入して、アクセサリーなどを盗んだ疑いで再逮捕された県職員の男の身柄が、きょう、鹿児島地検に送られました。住居侵入と窃盗の疑いで送検されたのは、県の鹿児島地域振興局土木建築課日置市駐在の職員、小久保弘之容疑者です。警察によりますと国母容疑者は 先月7日から8日までの間に面識のない日置市の60代女性の住宅に侵入しイヤリングなど7点およそ2万円相当を盗んだ疑いが持たれています警察の調べに対し国保容疑者は家に入りアクセサリーを盗んだのは間違いないと容疑を認めているということです国保容疑者は 日置市の30代男性の住宅に侵入してゲーム機などを盗んだ疑いでも先月逮捕されていて警察は余罪の有無も含めて捜査を進めています。